皆さんこんにちは、ペソでございます。ワールドスタジアム2ね、今日もやっていきましょう。今日からはスワローズとですね、スワローズ10回戦となりますね。ここは田畑さんか、その辺は変える必要なしやね。みんな調子いいから掃除で。試合開始でございます。さあ行きましょう。プレーボー。久々にね、先頭打者ホームランみたいな。新庄三塁線フェア、間に合った、間に合ってしまった。2番ショート山岡。ボテボテの方3番セカンド吉井君。さあインサイドの球さばいた、入るんだ。35号ソロ。檜山さん、檜山さん持った、これも入った。これはどでかいホームラン、18号ソロ。なるけどこれはやっぱりミートにしないとね、パウエルさんは。はい、ということで、ソロホームラン2本で、2点先制ですね。1番タイガース先発はユフネさん、いいんだ、まあ、あんまり調子はよろしくなさそうね。あー、センター前。ちょっと牽制してみました。シンガーと、まずはアウト。三番レフト、ポージー。スライダー空振り。外いっぱい、これもスイングアウト。で気をつけないといけない古田さんね。古田引っ掛けた、セカンドゴロ。ムーシング騒いでスリーアウト。さあ先頭打者はランナーに出られましたけどね、スワローズの攻撃は無得点。タイガースは6番ハンセンさん。ハンセン、7番ファーストタイフォー。あー、バットセンター、しかもドバスさん、ナイスフィーリング。8番キャッチャーヤノ。山さんは当てた、おお、内野安打。9番で終われる、ラッキー。ユフネ続いちゃったりして、打ち上げました、セカンドフライ、スリーアウト。さあ矢野さん内野安打で出ましたけどね、タイガースは2回の表は無得点、2対0のまま。スワローズは5番の稲葉さん、ニチャム GM ですね。
稲葉さんはセカンドゴロ。ショート後方掴んでツーアウト。これ池山さんらしいな、ニアリトンリオンリーだけどホームラン8本というところがね。これもショートゴロ、スリーアウト。タイガースは打順よく1番新庄さんから。1番センター新庄。さあすくい上げたぞ、レフトオーバー、ツーベース。2番ショート今岡。あー、スライダーに2球、これは明らかに外れる。レフトフライ。さあ先制ソロの文心くん。タイミング合わん。あー打ち上げた。どん詰まり、どん詰まりじゃない、先っぽやね。これはどうだ、いい当たり、2打席連続入りました、ホームラン、19号ツーラン。サードライナー、スリーアウト。さあタイガースはまた檜山さんの打点がつきましたね。4対0。すべて外の球。ちょっと岡さん掴んでツーアウト。1番センターリーダー。これは綺麗な、あーちょっと飛びすぎましたね。三者凡退。タイガースは6番のハンセンさんからですね。6番サードハンセン。詰まった、うん、詰まったライトフライ、伸びがない。大砲さんの打球は右中間センターよりツーベース。さあ矢野さんは左中間抜けた。ランナーは進塁。1番センター進塁。タイミングはね。さあどうだ、あーちょっと詰まったか、うん、で風は逆風、スリーアウト。矢野さんのタイムリーで1点追加、5対0ですね。相変わらず打線がいいね。アウト。スワローズは一貫してスライダー狙いやなこれね。ほらショートゴロ、1個外したらね引っ掛けてあのボール打ってくれるからね。ピッ
っちゃおうかな。さあスワローズ、また今回三者凡退。タイガースの攻撃は2番の今岡さんから。さあ最近ちょっと調子悪いね。ヒットが出ない。まあ文心君とかがね調子悪い時に、あーでもこれもヒットになるんだ、素晴らしいね。早い早かった。打球の行方にはくれぐれもご注意ください。ど真ん中に入ってきたね。入りました、36号ツーラン。7対0になりましたね。で今日2本さあ20本の大台乗せるか。ヒーヤン、あこれは打ち損じや。パウエさあ主審忘れずにミート打法でね。あ打ち上げちゃったか。ボロダメやな。さあ2点追加しまして7対0になりましたね。ライト取れない。さあ稲葉さんはセカンドへ。打ち上げた、レフト落下点。バトンセンターセカンドゴロ。外の球空振り三振。スワローズこの回も得点ならず。さあ逮捕サッカーですね。さあセンターへ打ち返した。風は逆風、飯田さん取りました。ワンアウト。さあリリーフ、ああ広田さんか。面白い打球、センター前。セカンドゴロ、443。スワローズは9番のピッチャー広田さん、代打はなし。ズバッと決まりました。スイングアウト。三田さんは初球を打ったセンターへ、センターフライ。大体ね1試合1人か2人当たりや、ね、当たりや言ったら、まあ、変な言い方だけど当たってる人がいるんだけどね。タイガースのラッキーセブンですね。1番打順よく新庄さんから。さあライトへ、ライトオーバー。珍しいライト打ちしちゃった。
今岡。打球の行方にはくれぐれもご注意ください。センターへ、センター前、1、3塁。打球が上がる、これは入らない。さあ引っ張った打球、ライト、あ、後ろ、後ろに逸らした。10点目、檜山さんのタイムリースリーベース。アウトかい。おっそ。6番サード関西。これは素直なセンターライナー。7番ファースト大砲。三塁線フェア、しかしファーストアウト。ラッキーセブン、タイガースは4点取りました。今日も2桁得点。3番レフト、コージー。打ち上げた。センターへ。新庄さん掴みました。ワンアウト。4番キャッチャー、古田。何のゴロ、さばいってツーアウト。5番ライト稲葉。スライダー空振り。高速スライダー空振り三振。スワローズ7回も得点。さあ今日は猛打賞矢野さん。矢野、あーこれは乗せれない。もうちょっとでね3割やったんやけどね。ピッチャー湯船。新庄さんもヒット2本。新庄、これはあセンター飯田さん追いついた。スリーアウト。スワローズは6番のセカンド土橋さんから。6番セカンド土橋。スライダー狙いやね。レフト前ヒット。8番ファーストニュートン。うん、スライダーなんか投げれないもんね。お、小早川さんだ。詰まった打球、おー、檜山さん何年かキャッチ。さあ9回の表、タイガースは2番の今岡さんから。向こうは、あ、加藤さんだ。ピッチャー加藤。ボテボテのサードゴロ。さあ今日も3安打。あ、これはバットの先端、伸びがありません。センターフライ。今日は5打数3安打。4番ライト檜山。あ、全然当たんない。
一、二塁間抜けるライト前、落ちる球さあこれは素直に返した。さあツーアウトながら一塁二塁で今日はノーヒット。センさんがね全然当たらんね今日は。おー、ランニングキャッチヒット1本損した。さあ、守備固め元西さん、こうなってくると湯船さんの完封が深い力間に合いません。内野安打、今日3三振ね小林さん。463ダブルプレー、大きいセンターオーバー入りました。ホージーさん12号ソロ。スワローズやっと1点返したさあ打ち上げた古田さんはセンターフライ、ゲームセット。試合終了でございます。ご覧のように本日の試合は阪神タイガースの勝利となりました。ということで、4ホームランですね、16安打11点というところでね、湯船さん勝ちましたね。他球場はおドラゴンズまた勝ってるで、巨人対広島は巨人が勝ちましたね。斉藤正樹さんね、まあ、最後に一発打たれるのがね湯船さんらしいところだけど、もうだいぶ疲れとったからね、球数投げてね80球超えてたでしょこのゲームで。はい、ということで10奪三振ね、飯田さんが今日はね当たってましたね。で、檜山さんが4安打ね、文心くんが3安打で、新庄さん、今岡さんが、マルチと、あ、山本さんもそうやですね、猛打賞やね、今日は。はい、ということで、今日の野球くん占いは中吉ということでした。では、ご視聴ありがとうございました。それでは、さよなら。